夕方4時、また寝過ごしてしまったようで、黄色い空の中に置いてけぼりにされていた。君にすぐにでも会いに行きたいのだけれど、傷ついてしまうことが怖くて膝を抱えていた。もう何年も着ることのなかったシャツに袖を通してみては、また丸めてしまい込んだ。下校途中の小学生の笑い声に残酷な想像を浮かべては、心をこわばらせていた。レスター、また寝過ごしてしまったようで、黄色い空の中に置いてけぼりにされていた。あどけない文字、古いスケッチブックの片隅で、申し訳なさそうにはにかむ若かりし日の夢。きっとまだ心のどこかで思いを馳せてる。幸せはなぜアルバイトで貯めたお金のように、築き上げるのに時はかかれど、たやすく消えてしまう。レスター、あなたはまるで陽炎のように、僕の心の奥で足踏みをしている。レスター、ねえレスター、なぜ僕は生まれてきたの。あなたは誰？鏡
鏡の中呼びかけてみても、返事はもう帰っては来ない。返事はもう帰っては来ない。ありがとうございました。ありがとうございました。僕たちは他にもいろんなアーティストさんのカバー動画を YouTube にアップしてますので、よかったら動画説明欄にある LINE アットからお友達登録していただけると、制作秘話や最新動画などいち早く、チェックしていただけます。なので登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。パリピにガテ、パリピにガテ、嫌いじゃないけどパリピにガテ、パリピにガテ、パリピにガテ。